はい、皆さんどうもこんにちは。株式会社ネオクラフトの代表新原と言います。今日は結構お問い合わせの多い外壁材について、どんな種類があるのか、またその外壁の特性ですね、そういったものを少しお話ししたいと思います。はい、それでは、外壁材なんですけども、まずどんな種類の外壁材があるか皆さん分かりますかね。当社で新築、リフォームも含めてですね、やっぱり一番お問い合わせ多いのがこちらの外壁材です。はい、これはパターンの一つですね。いろんなものがあります。こういった形でいろんな柄のがあるんですけど、これが溶凝系と言います。溶凝系の外壁材、厚みはこのサンプルで言うとここ 16mm の外壁材、重量も結構あります。断面はこんな感じですね。で、一般的にリフォームなどで塗り替えの比率が多いのがこの溶凝系、また別でこうモルタルの外壁材っていうのもあります。次がですね、こちら。見えますかね。この光沢の感じからいくと、そうなんです。これが金属。リフォームでは結構人気が高いガルバリウム鋼板ってやつですね。厚みはですね、はい、先ほどの溶凝系と比べると、ほぼ同じ。ただ何が違うかというと重さが全然違います。重量がもう圧倒的に溶凝系の方が重いです。なぜかというと、この金属サイディングの中にはこれ断熱材が入ってます。こうですね、この断熱材があることで、この金属なんで外部と室内の温度差で結露が生じます。外壁にも結露生じるんですけど、特に金属は結露が生じやすい。で、結露が生じると、木材が腐ったりしてしまうので、それを防ぐ目的でもこの断熱材が必要になってきます。そして、当社で実は一番多いお問い合わせの外壁材っていうのがこちらです。ちょっと変わった色合い、こういったものもあります。カラーはたくさんあるんですけど、これが何かっていうとこれです。非常に薄い外壁材、これ外壁材なんですよ。で、なぜリフォームでこれが多いのか、お問い合わせが多いのかというと、ものすごくこれ軽いんですね。すごく軽いで、素材は何かというと、これが塩ビです。塩ビの外壁材、これを樹脂サイディングと言います。樹脂なんでこんな音がします。プラスチックといえばプラスチックなのかもしれないですけど、塩ビですね。塩ビなんでこういうことが可能です。こういう感じ、割れない、折れない、これが一番の特徴ですね。さらに、今日はこの樹脂サイディングについて詳しくちょっと説明していこうと思うんですね。というのは、この樹脂サイディングを取り扱っている工務店さんが非常に少ない、また知らない、多分知らないっていう会社さんの方が多いです。そのため、当社にも結構遠方の方からお問い合わせいただくんですね。では樹脂サイディングって何なのというところからいきましょう。まず樹脂サイディングっていうものは、国内で製造しているものではなくて海外製を輸入しているものになります。で、その大元となっているのが、こちらのゼオンサイディング
ゼオン化成さんですね。こちらの樹脂サイディングを当社はメインに使っています。他にもですね、この樹脂サイディングを取り扱うメーカーで近年出てきたのがこちらですね、アサヒトステム外装株式会社さん、 AT ウォール、この2社さんですね。今はで歴史から言うとやっぱりゼオンさんの方が、ずっと昔からやってるんで、あとこの樹脂サイディングのカラーリングとかデザインとかがやっぱり多いんですよ。この樹脂サイディング、これって塗装しているものではなくて、樹脂を製造する工程で顔料を練り込んで色をつけてるもの、だから裏も表も同じですね。先ほどの溶業系とかは表はこうですけど裏はこうですよね、塗装してない。ここが一番大きな違いになります。樹脂サイディングは最初から顔料を入れて練り込んで作っている製品です。ということは塗装してないものなんですね。一方こちらはプリントになります。ということはこちらは表面の塗膜が色が剥げてくると塗装が必要になる。樹脂サイディングの場合は塗装が不要、10年後、20年後、30年後、40年後塗装がいらないんです。そこが一番のメリット。さらに、とても軽いですね。とても軽いものなので建物本体に対して負荷がかからない、こういったものと比べると全然違うんです。またこういった形で非常に柔軟性っていうんですかね、割れない。例えば外壁にボールとかを当てたとしてももちろんこれ割れないです。またこれが施工がねすごく楽なんですよ。1枚の樹脂サイディングの幅が、物によって違うんですけど、だいたい22センチぐらい、長さが、3メーター60ぐらいが1枚、それをこうやってちょっと重ね合わせていくだけなんですね。これだけじゃなくてこの樹脂サイディングの優れているところは加工がしやすい。加工がしやすいっていうのは本当にこういう感じで、ただ叩いても割れたりとかしない、欧米の方だともう主流です。とてもポピュラーな外壁材、ホームセンターでも売っているものなので、向こうでは DIY でこれを貼ったりするそうなんですね。ただ日本だとなかなかそういうわけにはいかないんで、我々のような工務店とかがこれを施工しています。なぜリフォームにこれが向いてるのかというと、大きな特徴としては、軽いっていうのもありますし施工が楽だっていうのもあるんですけど、とても特殊な工法でこれ施工していくんですね。でその工法っていうものがオープンジョイント工法と言います。極端な話こういう感じで重ね合わせていって窓の周りとかもそういうふうに収めていくんで、雨が入るんじゃないのってやっぱり言われるんですよ。実際に本当に台風の時とか雨が裏に多少回ったりすることもあります。そのためリフォームにとても向いているもの、リフォームであれば元々の外壁材の上にこれを施工していくんで、たとえね雨が回ったとしても建物の中に侵入することはない。で、またこの工法がオープンジョイント工法と